萌ちゃん始まりました。今日どちらへ？今日はですね、はい、ブギス。ブギス？ブギスに行きたいと思います。来ましたね。萌さん、今日はテンション低め。なぜならこの時お腹が空いていたからです。ブギスってどういう街なんですか？原宿みたいな、うん、若者の、うん、タウン、うん、そう説明されてる、うんうんうん、ちゃんと行ったことある？僕はね、1回行ったことあるんですよ、うんうん、で、なんかあの確かにショッピングビルも、あ、若者向けだなってテナント入ってたり、うん、あと竹下通りみたい な、うんうん、なんかそういうちょっとこうアーケードがあったりするんで、うん、まあ余裕があったらそっち行ってみましょう。行ってみましょう。はい。ブギスに到着した中田ご夫妻。ブギスジャンクション、ゴー。今密かにブギスジャンクションをブギスジャンクソンと噛んだのが要注目ポイントです。一緒にやっとく。あ、本当？あ、俺も起動してるよ。あ、大丈夫。建物に入るたびにこういったアプリでのチェックインと体温測定が必要になります。若いですね。サンリオとか普通にあるよね。そうだね、うん、あ、こういうユニコーンとか好きじゃん。好きだよね、娘、うん、かわいい。萌さん、若者の街ブギスに来たのは何やらお目当てのものがあるようで。なんか今日はね、あの、うん、息子がちょっとお弁当箱が欲しいって言ってて、うん、この中に入ってるって聞いたのでちょっと来てみたんですけど、うん、お付き合いください。お弁当箱。お弁当箱、なんかね、大きいお弁当箱欲しいって言ってて。なんで大きいの欲しいんですか？なんかそこに、まあ、お菓子をね毎日持って行ってるんだけど、うん、お菓子入れたりフルーツ入れたりとか、うん、全部できるお弁当箱がね。お菓子やフルーツを入れる大きいお弁当がご機嫌ですね。子供たちの通うインターナショナルスクールにはお弁当の時間の他に休憩時間が午前と午後に1回ずつあり、そのためにフルーツとあとクラッカーとかのねお菓子を持っていくっていう習慣になってるんですけど、全部果物もお菓子も全部入る大きなお弁当箱が欲しいということでこの町にやってきました。あれね、外じゃないね。あ、外じゃないの？あれね、屋根あんの。あ、そうなんだ。 あ、見て、ケーキとかさ、超かわいい。ほら、あ、見て、ほらほら、今度ほら、ナショナルデイ。あ、ほんとだ。マーライオンとか。ほんとだ、シンガポールケーキや。ね、恋の娘好きそうだ。本当だ、うん、夢かわいい。夢かわいいをナチュラルに使う中田敦彦、今年39歳。これいいんじゃない、今度の誕生日。いいかもね、うん、今度買いに来よう。これちょうど夢かわいいもん、うん、娘は7月29日に8歳になるんですね。ずっと、あ、見て、これかわいい。ユニコーン、いい、絶対好きだよね。ほら、若者向け。ほんとだ。ね。あ、いいね。いいね。あ、ほんとだ。これモールじゃん。でしょ？うん。私一回来たことある。外にあると思っていたアーケードは、実はガラス張りの天井の下にある建物の中だったのです。さあ、お弁当箱売り場は一体どこにあるのでしょうか？お弁当箱を売ってそうな雰囲気だな。なんかね。アパレルの感じだな。うん。味仙だ。へえ、食べたい。食べたいけど食べれない。シンガポールはまた7月の中頃から外食禁止になってしまったので、食べたくても食べれない。お腹が空いている萌さん、大丈夫なんでしょうか？ここ文房具屋さんかな。雑貨屋だ、うん、かわいい、うん、なんかぽいね。弁当箱はね、文具系なさそうだ。アイカップとか、うん、ちょっと日本の文房具屋さんに近い雰囲気があるお店ですね。ないか。ないね、文具。完全に文具はって、うん、ね。あ、あったかも。どうですか？あの、ほら、これあった、スミグル。
これだ。やったね。やった。こういう感じなんだ。すごいよね。なんかお弁当箱ありそう。なんか大きいのが欲しい。こういうやつじゃない。あ、こういうのか。恐竜のさ、はいはいはい、もうザッツ男の子じゃん、これ。これね。それがかっこいいか。ハッピー、でかいし。ハッピー弁当ボックスラージ。お弁当箱といっても、いろんな種類があるみたいですね。こんなに持っていけるのか。1291リットルって書いてある。萌えさん、それはお風呂4個分です。何かと単位を間違えていますね。恐竜三択かな。うん、恐竜かな。恐竜かな。あの子恐竜好き。好き好き。あっち最近すごい戦うやつ見せてるから、あの、あ、そうなの。絵本でさ、ティラノサウルスとトリケラトプスが対決したらどっちが強いか。あ、そういうのやってるんだ。やってる。大きいのがいいのかな。こんなの持ってたことない。これだって電話タウンページぐらいある。お若い皆さん、タウンページってご存知？あ、これちょっと開けれそう。おお、すごっ。そんな小分けになってるの。こういうね、仕切りが機能的。あ、いいじゃん、これぐらいじゃない、大きさ的に。そうなの。うん、お願いしよう。でもこれ一個息子に買ったら娘も欲しいっていうかも。バランスを悩む。あ、カバンに入るんですか、こんなでかいの。入るのよ。全然わかんないけど、でっかい。カバンにだって教科書も何も入れてないんだもん。あ、そうなんだ。お弁当箱しか、お弁当箱しか入ってない。何や、どういう学校行ってんの。子どもたちは登山に行くんですかっていうような大きなリュックを背負っていっているんですけれども、授業はほとんど iPad 上で行われるため教科書とか持ってってないんですよね。 Thank you very much. Bye. Bye. 結構高かった。いくら。2つで100ドル。1万円、うん、1個5000円しますね。びっくりした。すごい。値段を見ていなかった。これはまあでもほら物価高いから、うん、で毎日使うものだし。はいはい。さてここからどうします。ノープランです。 OK。 じゃあ、うん、行ってみる。その若者竹下通りっぽい、うん、行きたい。行ってみよう。はい。私たちはブギスジャンクションのショッピングモールを出て竹下通りのような若者の街を目指すことにしました。見て見て、なんすか。販売機、サボテン。サボテン売ってる。サボテン売ってるの。多肉植物。そんなにニーズあります、このミニサボテン。ニーズある、これ。自販機でこんなハイテクなさ、モニターで売るほど。1個800円か、うん、10ドルから12ドル。800円から1000円のミニサボテン。こっちは何、うん、これはあれだ、ココナッツそのもの。ココナッツ丸ごとジュースだって。面白。これは4ドル50セント。これいい絵撮れるんじゃないですか。でもなんかこれってさ、いつもテンション上がって買ってさ、最後なんかベタベタなってさ、どうしようみたいな。買わない。なんか決済もしやすそうだよ。本当だ。ペイしやすいですよ。ビザで。ピーです。いいよいいよ。いらない。はい。若者はテンション上がる。中年はいいよ。中年とか言わないで。自分たちのこと中年って言わないよ。中年と言わない。映えるのは若者に任せるよ。そうですよ。映えそうな街。何のためにブギスに来たの。中年は遠慮しとくって。諦めたらそこが中年の始まりですよと安西先生に怒られそうな萌さんなのでした。次回の萌ちゃんはシンガポールの竹下通りで謎スイーツ発見。
靴祭りの巻だよ。お楽しみにね。頑張るママとママを応援する人のためのママズオンラインサロン、声のブログ、ボイシー移住ラジオ、詳細は概要欄からどうぞ。